はい、どうもこんにちは、Gです。ということで今日はですね、編集がちょっと雑編集に、なってしまうかもしれないんですが、ご了承ください、すいません。ということで今日の更新でですね、 TS 第5弾と C イベントが来たんですけども、多分僕はですね、今回のガチャはスルーしようかなと思っております。というのもやっぱりリアタイ向きではない選手が多くて、まあそれが一番の理由なんですけども、リーグオーダーもですね、今はそこまで強化しなくていいかなっていうのがあるので、今回はスルーしようかなと思います。問題はですね、こっちの新イベントの方ですね、ピースを狙えなんですけども、これ最初説明読んでなんかめちゃめちゃめんどくせえと思ったんですけど、意外と時間もかからなくてサクサク終わりました。一応時間で言うとですね、まあ途中でなんかお米炊いたりとか変なことしてたんで、まあちょっとあれなんですけども、それでも2時間半くらいで終わりました。早ければ多分2時間で終わりますね。 V ロードの周回数はですね、多分ちょっとズレはあると思うんですが、2周くらいですね、多分それくらいだと思うんで、ちょっと正確に分かる方いたら教えてほしいです。で、進め方としてはですね、本当に難しくなくて、 V ロード回ってリッチを稼いで、ピースショップのボックス引いて、で争奪戦の対戦やって、ピースの元を稼いで、球団指定ボックス引いて、ピースを埋めていくってくらいなんで、まあパパパってやったら終わりました。はい。僕が回った方法としてはですね、まず対戦とか何もドリンクとか何も気にせずに、とりあえずリッチを稼ぐのに V ロード回って、ある程度、まあ僕は結構割とすぐ引きたくなっちゃうタイプなんで、1000くらい溜まったらピースショップのボックスを引いてました。まあそこは V ロード戻ってとか、ボックス引きに行ってっていうような、まあ時間の無駄があるんで、もうちょいリッチを貯めてもいいのかなと思います。まあ無課金の方はですね、結構イベント自体が4日以上あるんで、ぼちぼちリッチをゆっくり貯めていっても大丈夫かなと思います。流れとしてはですね、最初はピースショップのボックスはランダムボックス、これですね、これを引いてました。で、僕の場合はですね、パリーグが最初に埋まってきていて、すげえ偏ってたんで、それからこっちのセリーグボックスですね、これをぼちぼち引いてました。まあここは状況によりっていう感じですかね。で、この時に結構もう中盤くらいまで来てたんで、ドリンクチケットがあれば、このドリンクですね、ラックサイダーを使ってですね、まだ引けてないピースの出現率っていうのを上げてやってました。その後ですね、ある程度ピースが埋まってきたら、この一番下の球団指定ボックスっていうのを引いてたんですけども、こっちの1500リッチで引けるボックスは1回も引かずにやりました。別にこれはですね、意識していたわけではないんですけども、ピースの元が10個で買えるこっちですね、一番下のやつ、これでまあ十分足りてましたね。まあもしかしたら状況によっては1500リッチの方を買うこともあるかもしれないんですけども、あんまりないのかなと思います。で、最後の方の終盤はですね、ラックサイダーは使わずに、こっちのピースピーチですね、このピースピーチを使って争奪戦に行って、ピースの元を2倍もらってました。で、球団指定ボックスを引いて埋めてました。そして最後はですね、まあ全部コンプリートしてから、累計のピース数ですね、この累計のピースが確か最後は95枚くらいだったんで、V ロード行ってリッチを稼いで、ランダムボックスを引いて累計回収だけしました。一応これですね、引くとわかるんですけども、ピースはもうこの時点でもらえないんですよね。で、そのピースがリッチに変換されるんですけども、この後に表示される、こんな感じで書いてある通りに、変換されたピースもですね、累計ピースにカウントされるんで、まあこれで累計のピースの、これですね、累計ピース数を累計まで持っていきました。はい、いかがでしたでしょうか。説明するとものすごく分かりにくいんですが、要はですね、 V ロード行ってリッチを稼いで、ランダムボックス引いて、少し選手のピースが埋まってきたら、ラックサイダー使いつつ、セリーグかパリーグのボックスを状況によっては引いて、でさらに埋まってきたら争奪戦やりつつ、球団指定ボックスを引いていくっていう感じですね。その指定ボックスもですね、ピースピーチを使いつつ、ピースの元をたくさんもらって引いていくっていう感じですかね。もしかしたらこれセリーグパリーグ引かなくてもランダムである程度いける気がするんですよね。で、その後に指定ボックスっていう流れでも4日あればまあ十分な気もします。一応途中でドリンクのラックサイダーを使って未完成のピースの出現率上げるっていうのも、まあ割と大事かなとは思うんですけども、その出現率がどのくらい上がるのかが明記されてないんで、まあどこまで効果があるかわからないですね、正直。まあ流れとしてはこんな感じですね。特段難しいことはないと思うんで、まあやれば必ずわかるイベントかなと思います。で、時間もですね、まあ2時間とか2時間ちょいで終わるんで、まあすぐ終わるかなっていう印象でした。
で最後にエナジーですね。スタートがですね897エナジースタートで、で最後が797エナジーで終わりました。ちょうど100ですね。で僕タイミングもあったんですけども、 V ロードで2回日本一になったんで、それも含めると、84エナジー返ってきて881エナジーでした。一応日本一分のエナジーを引いて計算するとですね、61エナジーが戻ってきた形となります。なんか少ないっすよね。まあでも消費はそこまで多くなくて、 V ロード日本一の報酬で、まあエナジーを選んだりとかすればもうちょい多く返ってくるかなっていう感じですね。はい、ということでここからはですね、ツイッターでエースを狙いを調べて、エースじゃねえや、ピースを狙いを調べてきたので、有効に使えそうだなと思うのを紹介しようと思うんですが、一つしかなかったんで、なんかこれいいよってものがあればぜひコメントください、お願いします。で一つしかないんですけども、争奪戦についてなんですよ。はい、この試合はですね、直近3試合のスコアの平均を使用しているものなんですけども、平均を使うんで自分のスコアを落とせば落とすほどライバルも弱くなるんですよ。でその平均をゼロにすると1位と2位の繰り返しになるんですよね。これ結構いいなと思いました。意外とこういうのって外野の正面に飛んじゃってスコアが伸びないっていうのが割とあったんで、まあ1位と2位毎回取れるならこういう方法もありかなと思いました。まあバッティングが苦手な方はかなりいいのかなと思います。ただこれはですね、動画で紹介できるギリギリのレベルかなと思ってまして、まあ攻略法といえばそうなんですけど、実際にやってみると一応1位の後は必ず2位になるっぽいんで、まあゲームバランス的に崩れるものではないので紹介をさせていただきました。まあちょっと迷ったんですけどね。一応やり方としてはですね、何も打たずに毎回ゼロで、終えるっていう、それだけです。はい、で次はですね、累計引いていこうと思うんですが、ちょっと別撮りになると思うんで、そこまでちょっと飛ばします。はい、ということで長くなっちゃって申し訳ないんですけども、累計開封やっていこうと思います。一応選手としてはですね、欲しい選手はいるんですよ。めっちゃ、もちろん谷本選手とかもういろいろ結構いるんですけど、どうしてもやっぱリアタイで見た時に能力としては厳しいのかなと思って引かないことにしたんですよね。まあこれ最初に話した通りなんですけど、まあでも一応ですね、狙いとしては谷本選手かなっていう感じで、まあ純正の強化できたらなと思っております。谷本選手はですね、いや確か持ってるはずなんですよね。中継ぎですね。中継ぎで、あ、いないかな、武田久志さんの間違いかもしれないですこれ。なるほど、継承じゃないんで、なるほどな、幻突、いやきついよなっていう感じなんですよね今のところ。純正の選手でも幻突コーチを使うか今どうかわからないっていうレベルなんで、ちょっと厳しいかもしれないんですが、でも持っておきたい選手なんで、谷本選手が一番の狙いでございます。じゃあ行きますか。ピースを狙えの累計報酬ですね、お願いします。 TS 第5弾の選手で、はい、行きましょう。いや、リアルにもうリアタイで強い選手が一人でもいれば僕引くと思うんですよ多分。まあもちろん確定があるんでっていう部分ですよね。全員がちょっとリアタイで厳しいっていう感じだったんで、谷本選手お願いします。うわ、嬉しい、